まだ居候してるんだえ、でもまだ2日目とかじゃない？2日目。まだ2日目です。お疲れ様。今日は埼玉市が夜公演だったから、帰ってきたらエミリーのご飯が出来上がってましたね。いや、エミリーさんの、ね、素晴らしい、やばい美味しかった。優しい。エミさんのやばい、なんか久々にその人が作ったご飯、そのお家で美味しかったです。普段ないから外食とかだったらあれだけど。愛知家あるとってよ。家はあるよ家はあるけど鍵がないのよ。すごい美味しいね。サマステ楽しかったね。どうでした？マイクの皆さん、鍵に見えたよ。病気病気やばいやばい。病気ネギやばいやばい。ネギネギネギおもろい。ネギネギ、ね、女の子は何作ったと思う？可愛くて可愛くて可愛くて。真ん中らへんで見てた。だって今日は朝愛知がおもも切ってくれて、夜はエミリーがご飯作ってくれて、至れり尽くせり。うちに家政婦が2人もいるんで本当にありがたい。あいち荷物持ってくれるもんね。うん、持つよ。いくらでも持つよ。バラいい香りだった。本当ですか？バラまでいい香りなの？おかしくないね。ね、本当ですでしょ絶対。バラ投げるじゃないですか。うん、いい香りだったって、そのバラが。嘘じゃん絶対。嘘だ。おかしいよね。汗だろ。あ、なるほど。汗の匂いだ。汗か。サイちゃんの汗。なんかさ、サマステして思ったけどさ、うん、やっぱ顔に汗かかないなって思った。なんかあんなに頑張ったのに、うん、確かに。でも顔赤くなるよ。愛知とかがさ、本当に踊ったとか言ってくるやん踊ってんのにさ。いや踊ってるんだけど、多分中にこもっちゃうんだろうね。うん、エミもこもっちゃうから顔が真っ赤になるんですよ。私とかエミさんもさ、サイちゃんも顔赤くなるよね。そう、サイもエミリーもみーちゃんもただ顔が赤くなるわけなの。でもみーちゃんはなんかここだけ白くてあと赤くなるのからクマみたいな。あれ独特だったね。変だよね、うん、なんかおもろかった。あ、本当ね。そう、ありがとう。でしょ、顔には描かないのよ。顔に描くのよ私もね。嫌なんですけどね。本当にもうさ、それが当たり前で過ごしてるわけやん。そうです。で、なんか日常とかでさ、汗かくのさ、なんか汗かいあんま良くないけど、なんか、うん、ありがとう洗い物。今世界？ありがとう。結婚して結婚して言ってくるな。誰？シルちゃんだ。25のパジャドラ行く。やった。頑張ります。私シンポイズ楽しみ。え、嬉しい。結婚してタワーなのか。なるほど結婚してタワー嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。シーカーさん、ありがとう。ハジャドラのユニット楽しみだって。25日。なんとジャンヌやります。ジャン、それは秘密じゃないの言ってしまった。言ってしまった。愛知とひじりとエミリーとセンター飽きちゃうね。
そう、秋がセンターでやります。やんないでくださいね。マジかとか言って。私たちに喋ってる。書くんですけど、うん、初期に比べたらやっぱ少なくはなってるかもしれないけど、なんか初期ってめっちゃぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。でもそれはなんかさ、メイクもさよく分かってないからさ、そうそう、こうお粉で抑えるとかもないわけ。全然そう。なんか下地、それもそうです。下地とファンデーションとお粉が、ね、なんかあんまり分かってなくて、あのあんまつけてなかったのよ本当に。それ今どっちに喋ってる？配信ね、分かりにくい。あの、で、なんかまあ、お粉の大事さ学びましたね、結構。そのあと崩れにくい、鼻に言わせといて、ジャンヌとかね、いいやめて。いや、それはもう本番お楽しみだけど、だからちょっとプチプラで済ませてたところを若干、なんて言うんだろう、まだ言えない秘密。あの、まあ、そのメイクにちょっといいやつ、わかるでしょ。あ、ネイルしてるよ、変えたの。なんかシンプルなネイルになりましたね。ちょっと水色みたいな。あとは単純にやっぱ緊張してたから、いつも初日の頃とか、あの初期の頃は緊張してた。いや、ねえ、聞いて聞いて、イソロ声でかくて草って。面白い。すいません。いや、今二人にもちょっと喋ってるだもんね。感じで言っちゃってたんで、いつもは声小さい。いつもは声小さいかな。今日はね、ナナカとお揃いしました。ナナカがむちゃ見せて、じゃあ最後もむちゃ見しようって言って決めた。明日来るの？明日はお昼公演だよ。もう確かに昨日より元気になってて、愛知が昨日より元気になってた、安心したってよ。本当、いや、まあ本当にサイミリーさんのおかげで。サイミリーさんの？サイミリーさんのおかげで。サイミリーさんのおかげか。髪伸びたんだよね、私。うん。いや、でもね、どうしようか迷う、ね。切るの？いや、切んない。明日行くよ、やったー。まだ切れるかもな。昔の髪伸びてて、あれってな。せいちゃんにお話したいことばありすぎる。うわ、なんでしょう。そう思ってくださったら、ありがとう。台風来てるんで、切れちゃいますか。そっか。台風来てるのか。また台風また来てるの？うん、台風また来てるって。台風じゃない、こっちじゃない、多分。あ、そうなの。関東の辺だったね。さやちゃん髪切ったよ、ちょっとだけ。もう切んない、ちょっと切りました。明日公園行くね、やったー。お、目撃者もパジャマ行く。え、パジャマさえ出ないのに、なんでな。オーガスタね、オーガスタも出ます。東海道新幹線計画運休に関します。え、あ、関西直撃最高。ねえねえ、エミリーカレー食べたいってコメント来てます。カレー、ねえねえ、エミリーカレー食べたいってコメント来てます。コメント来てます。あ、食べたろ。作ってって意味で言ってんでしょ。食べたら、食べたらだって。関西に直撃なんだ、やば。大丈夫？
でストレッチしてた時毛先揃えられてて切ったのかなって思った。そう、毛先重くパスって消えました。ゆずこしょうさん、これタワー、これクマ、わーお、ありがとうね、いつも。15日は公演あるかどうか。ありがとう。あるんじゃないですかね。どうなんだろう。来れないと。やっと出したいけど楽しみね。来てね。あ、オーガスト初めて聞く。お、暑いからさ、絶対に。あの、対策してきてよ。いつもナピと何を話してるの。何を話してる。秘密です。トークショー朝早いよね。なんか10時ぐらい。わ、失礼しました。お店見て、さえちゃんの専用ツイッター作った。あ、って書いてたよね。見た、見たよ。何これ、何これ、タカさんありがとう。何これ、なんかすごいすごいやつ来た。そうだよ、10時からトークショーです。やばいよね、早いよね。あ、ラブビームなの、ありがとう。バラします。鍵をなくしたね。今日お家に帰れてないですよ。います、ここ。いや、早起き頑張ろう。6時に起きで特集行く。ありがとうございますね。愛知がお世話になった俺のタワーが来た。ありがとうございます。なんか違う、 MJ 純也さん、ありがとう。なんか本当にいつでも家かけします。くださっちゃう、日本語おかしい。え、くださっちゃうんですか。え、洗濯とかさ、でも分かんないんだよ、洗濯機のあれ使い方が。え、いいよ、やるもん。すごいね、めっちゃね、すごいね、洗濯機が。この間、さやちゃんにお見送りでハートされてから、さやちゃんのこと気になります。嬉しい。ミラーボール持ってる。
かったです。それが、あ、うちはありがとうございました。名前お見送り、名前呼んでくれて聞き取れなかったよね早すぎてさ、流れが、ごめんね。なになに、あ、バラあり、あ、いいえ、ちゃんとさ届いてよかったよ。今日あんま、あの、いや、どうでしょう、明日どうだろうね。1、2、4列目までがやっぱ限界かな。ちょっと私今日は3列目まで飛んだ。ちょっと難しいのよあれ。うちは一文字のちょっとお顔のやつ、どっち、文字の方が見やすいかも。でも誰、あ、佐藤と塩さんだ。タワーありがとうございます。久しぶりですね、本当。私が久しぶりなんですけどね、少年ですね。ありがとう、ありがとう。あのバラ前は大きかったの。でもそれは飛ばなくて、ちっちゃいから飛びやすくなったんだけど、それでも4列目が限界。ありがそう、だからね、ちっちゃくなったんだよ、飛ばないから。でも生誕祭だけの時だけ、あの生誕のメンバーは大きいやつでサインかけるようになってる。出た、ありがとう。うん、え、明日朝持っていこうかな。食べい、コーンご飯食べました今日、大好き。エミリー、いい奥さんになりそう、とは絶対そう。お嫁さん、花嫁修行しなくても何でもします。本当に絶対すごい、なんかお母さん、いいお母さん、立ち位まで飛ばせるように頑張るの。ちょっと肩を強くしとこう。お母さんってすごい、世の中の母親の皆さん素晴らしい。ママってすごい。ああ、なんかその私のうちを持ってる人がそこに近くにいたら、そこに向かって頑張って投げようとしてるけど、やっぱコントロールが難しいですね、バラ。待って、ラップがなくなった。はい、買ってきます。終わりです。エミリーが作る料理で好きなのはピーマンの肉詰めです。今日も作ってもらいました。エミリーの得意料理は、かぼちゃの煮つけ。かぼちゃの煮つけやばい、めっちゃ美味しかった。今日も作ってくれました、かぼちゃの煮つけも。味付けがね、バッチリすぎです。バッチリすぎて、あ、見て
手触ったことないからいつかする。うん、カメちゃんの前においでよ。最近です。あ、この前飛んできたけど隣の女の子言った。え、かっこいいじゃん。やるん。ピーマン好き。ピーマン好きだよ。生誕祭で真ん中のファン前で大根です。おお、ありがとう。タイが買ってくる後で。いや、行くじゃん。いや、いいよ。なんでよ。行くよ。みんなで行こうよ。え、いいよ。じゃあみんなでコンビニ行きます。教えてあげる。ちょっと配信不慣れなんで何喋っていいか分かんないです。報告、報告してあげるみんなに。あ、じゃあこれも、あ、ダメか。これ持っていこうかなって思ったけどダメだった。映るね。え、真っ暗じゃダメなの？ねえ、あいつダメだよ。ダメだ。私の得意料理はクリームシチュー。嘘つけ、見たことない。待って、本当なんだよ。私ストーリーに載せたことあるよ。見たことない。ストーリー見てない。その時多分、そうだ、多分その時仲良くない。いつ見せて。あ、え、でもエクセルショー。はい、映ります。右目だけ。本当に右目。サイミリーです。ねえ、ちゃんとして可愛い顔して。やめな、その顔。やめな、その顔。疲れた。これだからあれなんだよ。今日は1ミリタイトも映れねえ。まあ、もうやだ。昨日映ってたけど全然歌っちゃう。これアイチーのだよね。そうだよ、最後洗ってあげた。自分のだと思って直そうとしてた。アイチのポーズ何？アイチのポーズ？つっちゃう、つっちゃう、つっちゃう。こうやってやってたよ今。アイパーパーペン。これね、公演中ふざけてんのこの人。何が？ね、あれさ、この人ふざけてんのよ。あれまだ気づかれてないで、命の使い道のやつ。命の意味ね。終わった。アイチの間違いだから。映った映った。プープープ。分かったよ、料理できるアピ。見せてじゃあ写真。あ、でも今日桃切ってくれたから信じてます。信用ができる。作れるです。作れるです。レシピ見たら恥ずかしい。ね、福岡いつでも来れる。なんか日本語しようさ、来れるといいね。ああ、確かに。サマステ楽しかった。サボテン楽しかった。サボテンと、サボテンと、サウンズグッドもできて嬉しかったし、ラブトリップも嬉しかったし、あと大人しエミリーとあのね、センターかぶったのも2人でさ、煽り練習しようとか言ってさ、結局さ、ぶつけ本番だったよね。うん。お互いだし、あと何だろう。あれ待って、14、え、14日までだ。結構さ、大きいでしょ。
手取り良くない？14までです。もうギリだ。変えなきゃ。ボンってしない。あー、お隣しちゃいもうか。そろりそろり綺麗。ヨギボーの CM 並みだったよ。ヨギボーの CM 出れると思う。リバ得意だよ。ヨギボー今日トレーナーさんに足の裏カチコチですね。今日トレーナーさんいた？いたよ。え、いた？よかった。分かんない。今日誰も帰ってくれんかった？いや、小田ちゃんが今日いて、それ今日いたの劇場に。ねえ、さえちゃん書きますよって言って、なんかいいよさえ絶対もう間に合わないからって言ってたの。そのもう結構書いてあったから、うん、いいよって言ったけど、いや一応書きますって言って、栗原って書いてあった。ラン、ラン。今日トレーナーさんいた？あいち、トレーナーさんいました。え、本当？ごめん、どうぞ。あれあれに行き、今日いたいた。あきさんめっちゃもうギリなのにやってもらった。本当？そう、後でやりますとか言ってんね。あと30分後に帰ってもらった。大丈夫ですか？じゃあ緊張な。しっかり。本当に。そこまで言う。しっかりしなさい。一人良くてずっと上がってた。分かる、よかったよね。よかったよね。やっぱあの夏曲入れたくて、でそばかすとかは生徒リノが提案して入れて、サウンズグッドとカチューシャどっちするってなって、サウンドグッドにしてみたいな。結構みんなで話し合ったね。でしょ、そばかすよね。それをちょっと思ってて、リノにねボソって言ったら、そばかすとかよくないって言ったら、リノがやりたいとなって、結局入りました。やったー。スイートポテト作れます。アピールしてきた。へえ。へえ。さえだってやろうと思えば作れる。さえちゃん危ない。さえちゃん危ないよ。本当に信用ないんだから。おかしいよ。この間そう野球を観戦しに行きまして。え、わかる。警報中積みやったんですよ。最近中積み大好きやねん。あいも選んでください。クラスメイトのその中から、ただ一人だけ誰かが一緒に久々に メロンジュースのタオル投げるかと、え、最後ねタオルね投げると思ったんだけどね、下に落としてくださいって言われて、メロンジュース違う、メロンジュースってやった。あと MC の時にちょっとこうやって汗拭いてプッて落とした。タワー来た。え、どれだ。あ、ほんとや。あ、皆さんおにぎりさんからタワー来ました。ちょっとで、あれれれ、それは2万ですか？え、違う、あの普通言い方1本のやつ。そうね、ありがとう違う、おにぎりさんはあれだよ、頭おかしいぐらい何本も愛知に立ててた人だよそうだよね、そうだよ。熊とかいっぱい違う違う、あれタワーを、あ、何回もよくわかんない。そう、おにぎりさんありがとう。なんかファンの子がこの間の野球の、うん、時にゲートのバイトだったらしくて、え、見かけたって話しかけてよ恥ずかしい、後々言われる方が恥ずかしいんだから。あ、エミさんファンの子ですよ多分。え、ナナちゃん。え、あ、ナナちゃんだっていつでもバイトしてるけん来ていえ、じゃあチケットくださいさえちゃんショールームやってこっち来ちゃった。ヤッホー嘘でもゲートで、ね、いたんだけど我慢したって。え、エミリーの時、あ、うん、エミーが
した人見かけたっていうことはちょっと遠くにいたじゃない。どこにいた、話しかけていいのね、話しかけ、ユニバのね、うん、行ったじゃん、うんうん、その時もね、あのメッセージ来て、ユニバで見ました。マジ、じゃあだからあのプライベートだから、うん、大御所みたいに話しかけてくれるやつはいいかも。どういうこと。あー、そういう感じ。がいいな。でも嬉しいですよ、話しかけられると。トントン、エミリーちゃんですか、よりかは。あ、でもこの前も話しかけて、ぐらいがいくない、この間あのラーメン屋さんのとこで。何、あ、そうだ、あのラーメン、いいぞじゃなくて、いいぞ、あれのところで、あれたちいたのにさ、いいぞ、ね、急の前だ、急、あ、エミがラーメン食べれなかったですね。いたけどガチ内力さん、シャルメっていっぱいだ。そうなんですよね、知らんけど。大御所みたいに話しかけてね、大御所みたいな話しかけて、大御所の人がいるみたいな、うん、トントントン、エミちゃんですかじゃなくて、うん、トントントン、あるでこそ。プライベート見つけたら声かけいいよ。プライベート会ったことない。え、逆にさ、こっちが気づくこともある。なんか、あ、ファンの人だ、おにぎりさん、ちょっとこれいるのにって。見かけてもおーやっほーの友達したいなって。それもせいで全然ダメや、ミリー会った時に、お、ヤッホーの友達スタイル。ちょっとやってないかな。あ、やってないって。それはやってないって。やっぱちょっと上げられた方が嬉しいじゃん。え、握手とかいいですか？はどう？うん、そういう、そういうの。だそうです。お、お兄さん、ありがとう。もう大丈夫よ。え、わかる。メンバー同士で会うこともあるからさ。うん、ちっちゃかわいい。見して見して見してねえ、やっぱ金髪かわいいね。私明日これにする。ねえ、ほんとに金髪に戻していい？ありがとう、うん、いいよ。ガチの絵、気持ちが疲れた、声かけられる気がない。気づいた？うん、うん、しね、よかった。切り替えて、切り替えてこう。これはどうしたらいいの？お礼をどう応援したらいいんでしょう？本当にどうしたらいいの？どうしたらいいの？ねえ、金髪なんちかわいい、ほんとに。みんな髪色が変わってましたね。スタートラインは自分で行くの。あのね、そばかすのあの歌割りを決めるときにリハでここ誰歌うみたいになって、先生と一緒に、じゃあはい手挙げてみたいな、でじゃあはいコンサにどうぞっていう感じで決まったの、歌割りリノ以外で。さあ、最後はさあ、あのいちごミルクのかき氷が歌いたかったのにさ、愛知たちに取られて、ライフセーバーのネットっていう話。取られたっていうか、もともと歌われるから。でもいちごミルク顔じゃないよ。おいおい、牛乳どっちで。いやさ、まあまあ、そこ歌いたくてずっと手あげるの押さえてたの。はい、じゃあここ最初の歌で歌いたい人って言って、いや、まだじゃん、まだじゃん、まだだって。ナッピと二人でいちごミルク行こうって言って待ってたのに、
ライフセーバーになりましたね。もともと歌われなかったの？あの荒牧先生と愛知と誰だと？とゆうなさんとお芋さん。似合わない。似合う似合うって。誰とナッピーが歌えなかったの、ね、確かにね。まあでも私たち歌えなかったからさ。いやでもさ先生歌いじゃないところで手あげてって言ったじゃん。はい歌いたい人もともとなのに。ワイルチが早かったの。まあまあまあ。でもさどっちがいちごミルク。それはわからないじゃない。それはそれはねえ、どう思います。すごいさ、エミリーはもう全然違う。カフェオレ顔。カフェオレ顔どう見ても違う。いやこっちには荒牧大先生がいます。いやみーちゃん似合わん。似合うでしょ。似合うでしょ。みーちゃん似合う。だからもうさ、トナピはライフセーバー行こうって言って、レイヤちゃんも近くにいるから相性歌おうって言って3人で歌いました。でレイヤちゃんがちょっと身長高いからずっとこうやって押してた。なんであの子一生さ伸びるんだろう。なんか会うたび会うたび身長高くなってる気がする。16歳だから17歳か。牛乳飲んでる。やっぱまだ成長期なんじゃない。違う。愛知牛乳顔じゃない。だって牛乳は牛乳顔。何やそれ何やそれ。牛乳は牛乳顔じゃない。下手くそ。牛乳は牛乳顔じゃない。ねせねせ。じゃあ豆乳ね。お願いします。あ違うよ、愛知アーモンドミルクしかない。あそう、アーモンドミルク腹立つ。なんでもあのスタバのメニューをさ、なんでもアーモンドミルクに変更するから腹立つ。いやアーモンドミルクに変更したらもうその味しかしないのよ。本当に美味しい。良くないよ。だよ。そうね。おしゃれだから変えてる説あるね。あいちゃんおしゃれだから変えてるでしょ。違うよ。美味しいの。美味しいから。でもさ全部それにするじゃん。チャイとかもう味しないの。チャイのアーモンドミルクの味なのよ。美味しいね。美味しいね。本当にもうちっちゃ美味しい。びっくりしたな。当てる。なんかびっくりした。ちっちゃ美味しい。なんか今心がゾワッとした。危ないってなんかなっちゃった。なんでよ。わかんないけど。なんでよ。エミリーさんもね、サイちゃんもね、そう、ちんちゃ美味しい。ちんちゃまっそう。ちんちゃ、だからななかもね。ちんちゃまっそう。うん。じゃあ言ってる。いやななかは違う。ななかは定番ずっと言ってる。定番ずっと言ってる。手羽先って意味。そうなんだ。定番。さやちゃんの歯並びきれいやった。定番先。歯並び褒められた。スタバおしゃれ。っていう概念はないよ別に。お金減っちゃうよそんなことしてたら。スタバでおしゃれだから飲んでるって言わないんですよ別に。ありがとう石さん。おしゃれだと思うよ。ありがとう。おしゃれだから飲みたいってわけじゃないですよ別に。美味しくて飲みたい。クマタワーか。ありがとうございます。そんなね毎日飲むものじゃないんですけど。飲んでないかな。クマタワーですか。やばとかすごく。あ、定番すごくとか言ってます。違うよ。みんな韓国語ちっちゃ上手だね。ああなるほど。ちっちゃいよ。こんにちは。よ。ライフセイバーのあの人と出会ったこの渚。いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね。これサイの歌り。本当はね、本当はサイの歌になる予定だったんだけど。コンサートの時は？過ぎた季節をゴリゴリエメロ砂に埋もれてる片方だけ。あ、エミミルクだよ。女
ちごミルクだったよ。いちごミルクまで歌った気がする。歌ったエミリー、うん、あ、もともとミクリンだしね。そうなの。いやーミクリンは夢中だったね。うん、確かに。なんか急に変更がね多いね。いや大変だ。急遽によう対応するよねみんな。みんなすごいよ。すごいね。すごいし、スタッフさんの方もさ、あれでしょ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 、変わる人は変わるじゃないですか、変わる変わる番号、褒めて褒めて、何回もあったからさ、そういう、やばい、やばい、息ができない。でも最後提案したのにそばかす、うん、目で訴えてる。いやちょっとね、あいぶちは荒牧先生についてる。荒牧ネキに、うん、のそのすネキに。なんでよ、荒牧先生について。うわ、今日もさ、あいちがさ、みーちゃんにさ、なんか言ってたよね。なんだったかな。え、面白かったな。なんだったっけ、なんか言ったら、なんだったかな。日常茶飯事。そう、みーちゃんのことバカにしがち、あいち。会話はしてないです。会話はしてない。怒られちゃうよ。みーちゃん笑ってくれるんですよ、うん、いやみーちゃんもなんか喜んでるの。怖いよみーちゃんね。でも私みーちゃんが怒ったとこあんま見たことあんまないけど、怒らせたらもう終わり。声大きいよね。バーッとか言ってとか言って、ね、既読スルーもさえも好き。既読スルーめっちゃ好き。 KS トゥ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 、サボテンでサイちゃん怒られてたよ。え、うん、そうなの。そうなの。いつのいつのどこの何いつの。だとしたらさ、記憶ない。そうだ。あ、みーちゃんに怒られてた時あった。ああ、怒られた。そうなの、うん、なんで。あの早替えが間に合わないから、うん、袖の近くで終わった曲振りしたいって言って、サイがもう袖に履けようとしたら、サイがっていうかマリアとサイが行こうとして、他のみんなも便乗してね、袖にもう履けようとしたの。みーちゃんがどうぞって言う前に、そしたらなんかやりすぎよって言われて怒られた。ちょっとやりすぎってガチ切れ。厳しいですよ。だからふざけすぎって、そのサボテン MC だからってふざけすぎよって怒られた。誰に。荒牧先生に。荒牧先生はやっぱサボテン、面白おかしくね、初期面ですから。そう、やっぱそこ大事にプライドが、うん、知らんけど、いや意識高いですから、ね、意識高い、ほんまにすぐ怒るんだから。何の時だったっけ。あ、リノの生誕ですね。リノの生誕の時そうなんですよ。そんなことない。でもね、マジでギリなんですよ、本当に。あれはね、ん1秒戦い、1秒、1秒でも、なんかもうこれ、アロンさんわ、タワー、これ、あ、ありがとうございます。これもクマタワーなの。ありがとう。
めこよろしくね、オーガスタ。外だからめっちゃ綺麗に撮れさ。オーガスタ初めてだから、カメコ初めてだと思いました。そうだよ、外だからさ、から自然光でいい感じかもね。でもね、開かなそう。でサングラスしとけばいい。サングラスしとこう。わーお、リップはペリペラのティント、マットティントを公演の時は使ってて、あとなんか泥ティントみたいな名前のやつを使ってるけど、メイクさんが持ってるなんか韓国のなんだろうとか、あとはサシさんのリリミフのやつとかも借りて使ったり、今日はなんか塗り直してます、何回か。日焼け止め塗らなきゃ本当に。私サマステの時塗ってなくて、そう、いや塗ろうとしてさ、したら誰も持ってなかったの、もう行った時に。でもあれはまだ屋根あったからいいけどね。だからちょっとオーガスタは本当に屋根もないからちゃんと塗ります。のぞみちゃん、くまたわありがとうございます。メール送った、マジ嬉しい、みんな優しいね。ありがとう。元気？手筆真っ黒に焼きました。だよね、絶対やばいじゃん。今日の声言ったよ、ありがとうございます。エミさん、マイクラ中。いやね、アジャドラからのオーガスタのために来てる。あ、そうそう、次の日なんだよね。頑張るよ。ね、エミリー、アジャドラ頑張るんだよね。目撃者、アジャドラ、オーガスタね。あわー、いいじゃん。酔わないコツありますか、マイクラ。マイクラで酔うってどない司会してんの。確かに。やり方が変なんじゃない。みんなちょいで見てたけど、さやちゃんと無が、あ、目が合った気がした。そうなんだ、合ってるよ。え、本当見てるよ。興味あるな、全身の部分。すごく切れそうな。え、これ何時からしたっけ。10時半からした。はもうこんな経ってんの。私のつもさえちゃんいろんなところに連れて行ってもらってるし、確かにいろんなとこ一緒にみんなで行ってる感じ。こちらこそ一緒についてきてくれてありがとう。メイクを無意識してる。あるかも、ある。今日さ、星の向こう側でさ、なんか全然よくわかんないとこでちょっと、あ、間違えたってなったんです。あります。じゃあナピ見に行ったのにサイちゃんに釣られた。ちっちゃ。明日行きます、ありがとう。明日何の髪がいい。みんなしてあげるよ、教えてごらんなさい。変なの言わないでね、可愛いので。
ありがとうタワー、やっほー、ありがとうございます。あ、やばい、ポニーテール多いね。ポニーテール、ハーフツイン、ゼアミ、何でも買いか、こっちゃんで。ほんと、じゃあ何する、巻き下ろし、ストレート、どうする、クマ、クマ、クマダメ、クマ以外エミさんファンが、サザエさんヘア、やだ、リンゴちゃん、あ、全然してないかもしれない、見込みを後ろで結ぶやつ、あーハーフ、ハーフアップみたいなこうやるやつ、今日ゆぶちゃんがやってたな。ストレートも好き、ほんとストレート好きな人多いんだ、研究生がいる編み込みのストレート、あー前髪ないやつね、お団子、チンテール、まあこの中のどれかすると思います。あ、タワーありがとうございます、クニショウさんありがとうございます。愛知のファンの方かな、うん、なんで知ってんの、聞こえた、あ、ありがとうございます。エミリーがたまにやるアップの髪の毛がペッてなってるやつどれ、ちょっとわからんな、アップの顔がペッ、アップップ違う、アップで髪の毛がペッてなってるやつって何、エミリーがよくやるやつ、ハーフアップでしょ、最近やってるやつじゃなくて、あ、ハーフアップで髪の毛がペッてなってるやつ、ゲッゲッゲッって、うん、うるさい。おやすみ、おやすみ、ピッて、サマステの時にしてたやつ、うん、ペッてやつでしょ、だペがわからんのよ、でやってたエミの最近流行ってるやつ、メイクさんにいつもお願いするやつ、写真ないの、写真、写真見せてみー、でもね、その時先生じゃない、メイクさん違ったから、あーペってなってる、確かに、でもさ、それさ、いつものメイクさんがに言ったら分かるやんな、私のファンの方結構投げてくれてて、優しい、そして愛知のファンの方もありがとうございます、さやも半に終わりますね、1時間も経つなんてびっくりだ、明日6歳のおいっ子ちゃん初めて劇場一緒に連れていく、6歳ってことはゆいなと同じくらいかな、ちびっこちゃん楽しみです、教えてね、おみおくんの時、明日はプリンセスうちわ持ってきてください、なちゃんすきょくんでお見送りで、えちゃんが目合わせてくれて、わーお、ありがとうございます、
やったじゃあランキング戦もようもちょっと待ってしゅんたろうさんあこんにちはって言ってこんにちはこんばんはお全然映ってないねえこういうとこ大好き焼肉うんこういうとこが一番おいしい。え、おいしそう。こういうとこが一番おいしくない。行ったことないです。そうないじゃない。私バンされるって。ちょっとバンされるね。うわ、行ったことないこういう感じのところ。うわ。行ってみたい。え、おいしい。だだだだだ。危ない。つったらバンされるって。あ。危ない。バン扱いすな危ない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 ちょっと危ないですあ、やばい映ってる映ってる映ってるあやばいやばいやばい危なかったすごいギリギリ、ギリギリ大丈夫だった AGAT 大丈夫あ、だだだだだアーモンドミルクネキって書いてない違うかアーモンドミルクおしゃれと思ってないよ美味しくて飲んでんねん一回飲んでみん一回飲んでみんや声だけでお願い一回飲んでみんや一番美味しいからね言っとくけどあのダメだよおすすめしませんいやおすすめです全部その味になるんでおすすめしませんアーモンドメイク好きな人は飲んでくださいじゃあ、うん、嫌いな人はもう無理よ言いたいだけだって言いたいだけじゃないねん美味しいんだよ美味しいんだよ手前にあるのはプリンですかはい、プリンちゃん愛知のファンの方でしょ、うん、そうだよプリンちゃんプリンだけど早く鍵見つけなさいだっていやアーモンドもうその話終わったねアーモンドミルクルクはチャイが合うよチャイホルモンだってホルモンスタバがいいのよスタバがホルモンホルモンえ、美味しそうねホルモン大好き美味しそう何でも大好きじゃんなんだか大好きって言ってもやけどさだから美味しそういや似てるよさえちゃんが美味しそうって言ったやつをあれを好きなの大体今ね、うん、喧嘩やめよ好きなの配信から優雅さが急だおいおかしいよねなんでだよどういうことなんでなんだよ確かにクマあ30分です配信あランキングを読みます危ない、はい、13位これ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 、うん、あすいません13位俊太郎さん12位ゆうなちゃん11位おにぎりさん10位 MJ 純也さん9位国翔さん8位ゆずこしょうさん7位かっつん6位佐藤としおさん5位たかさん4位しるちゃん3位のぞみちゃん2位いっさん1位あらんさんかむさむにーだーはいこれやりたいですはい謝ってみんなになんで何か悪いことしてる人に優雅さが消えたって配信から知らないよありあっちでは優雅さ出してたんだからほんとかうんじゃあみんなありがとうございますありがとうございましたはいほっぺをつかめって書いてあったほくとほっぺをつかめ、うん、じゃあありがとうございましたおやすみなさいおやすみって言っておやすみラジオ聞いてねあラジオ聞いてねいつ何時から今30分から今ですお願いします聞いてねさよなら、さよなら違うこれじゃないこれじゃないこっちこっちじゃあこっちから消すのよ。